11月12日に行われた J2 最終節でジュビロ磐田は試合前には自動昇格圏外の3位でしたが、栃木 SC に勝利を収め、2位の清水エスパルスが引き分けたことで2位に滑り込み、見事1年での J1 復帰を果たすことに成功しました。ただ J1 復帰への道は簡単なものではなく、補強禁止処分というアクシデントを乗り越えて J1 復帰を果たしたのです。どうも人生アクシデントだらけの補欠カラスです。今回はジュビロ磐田が補強禁止処分を乗り越えて J1 復帰を果たすまでのストーリーを紹介していきます。かつて栄光を誇ったジュビロ磐田、まずジュビロ磐田といえばJリーグ創成期から強豪クラブだったイメージが強い人も多いと思います。歴史を振り返ってみると、ジュビロは1997年に年間王者に輝き、翌年の1998年もチャンピオンシップで鹿島アントラーズに敗れはしましたが、圧倒的な強さを見せていました。当時のジュビロには絶対的なストライカーとしてゴン中山こと中山雅史さん、中盤には七海博さん、藤田俊也さん、奥大輔さん、福西崇史さんなど日本代表でも活躍した選手が揃っていました。さらに中盤にはブラジルの闘将ドゥンガさんもいて、とにかく穴がないチームが形成されていました。そして主力選手たちが活躍を続け、2004年頃までは黄金時代が続いていましたが、2005年頃からは徐々にクラブとして降下線をたどることになってしまいます。それでも名門の意地を見せて降格することはなく、注意で迎えるシーズンが続いていましたが、2013年、ついにクラブ史上初となる J2 降格を経験してしまったのです。1度目の J2 生活は2年で別れを告げて、2016年からは再び J1 に昇格しますが、かつての強さを取り戻すことはできず、ジュビロは2019年に J1 最下位となり、2度目の降格が決定してしまいました。しかしジュビロは名門の意地を見せつけ、再び2年で J1 昇格を果たしますが、2022年は再び J1 最下位となってしまい、わずか1年で J2 に逆戻りしてしまいました。まさかの補強禁止処分。こうして J2 と J1 を行き来するエレベータークラブになっていたジュビロですが、2022年には J2 降格以外にもクラブの失態によりまさかの処分が下されてしまいました。その事件が報道されたのは2022年10月19日のことでした。この時発表された内容としては、ジュビロが2021年1月にコロンビアのクラブから獲得したコロンビア人フォワードのファビアン・ゴンザレス選手をめぐる契約違反で、国際サッカー連盟から2023シーズンの全カテゴリーにおける2度の移籍期間の補強禁止、そしてゴンザレス選手の4ヶ月出場禁止と、タイのクラブへの約740万円の支払いという厳しい処分を受けたというものでした。しかしジュビロは一体何をしでかしてこの厳しい処分を受けることになってしまったのでしょうか。その流れを説明すると、まず2020年11月24日タイのクラブラージャブリー FC がゴンザレス選手の獲得を発表していたようなのですが、当時のコロナ対策のため14日間の待機期間を経てチームに合流予定となっていました。しかし2021年1月6日コロンビアの現地メディアでゴンザレス選手がラージャブリー FC との取引が失敗したと報道されました。その後2021年1月15日にジュビロがゴンザレス選手の加入を正式に発表しましたが、ゴンザレス選手はすでにラージャブリー FC と契約を締結した後にジュビロと新たな契約を結んだという状況でした。そのためジュビロはゴンザレス選手の契約を不当に解除したのではないかと FIFA に判断されてしまい、厳しい処分を課されてしまったのです。しかしジュビロ側もすぐに FIFA の決定を不服と申し立てて、スポーツ仲裁裁判所に処分の撤回を上訴しましたが、2022年の末にジュビロ側の訴えは棄却されてしまい、最終的にはゴンザレス選手個人に4ヶ月間の出場停止と賠償金約5万ドル750万円の支払いが命じられ、クラブとしては2回の登録期間、つまり2023年1月6日から3月31日と同年7月21日から8月18日における新規選手の登録も禁止という極めて重い処分が下されました。この処分によってジュビロは J2 に降格した2023年シーズン新戦力の獲得に頼ることができず、ユースからの昇格選手とメンタルに出していた選手を復帰させることでしか戦力の強化を図れないという緊急事態に陥ってしまいました。このようにただでさえ J2 降格によるショックが大きかったジュビロは、さらに新戦力を補強することができないという圧倒的なハンデを背負って2023年シーズンに J1 昇格を目指さなければいけなくなりました。この当時の状況についてジュビロの黄金時代を築き、2022年9月にクラブのスポーツディレクターに就任した藤田俊也 SD は、予想はしてたけどはるかに難しいことだった、こういうことは二度とあってはならないし、僕らは猛烈に反省しなければならないと反省の意を込めて振り返っていました。そしてクラブとしては2022年シーズンが終了した後に契約満了で退任した渋谷博樹監督の後任を決める作業から始めなければいけませんでした。実際に藤田 SD の最初の仕事は、監督選びで基準としたのはボールを大事にして自分たちでパスをつないで攻撃を組み立てるアクションサッカーを体現できるかという部分でした。そこで藤田 SD が目をつけたのが、日本代表監督を務める森保一監督の右腕としてコーチを務めていた横内昭信さんでした。もともと藤田 SD が海外クラブでフロント業務をしていた頃から、日本代表選手の視察に来た横内さんとは何時間も語り合っていて、サッカー感は共有できていたことから、藤田 SD は最後は直感、感性、2人で積み重ねた時間を踏まえて決めたと横内さんにジュビロの監督を任せることを決めたと話していました。こうして藤田 SD の熱意ある誘いによってジュビロの監督に就任することになった横内監督は、就任会見の場で、簡単に J1 に上がれることは絶対ない、かなり厳しいシーズンになると覚悟しているが、チームとして戦える集団を作れれば目標を達成できると意気込みを語っていました。また他のインタビューでは、チームとして目指すコンセプトに横内監督は、
まずは選手のストロングさを生かしてあげたい。チーム全員でとにかく試合に関わりたいという、とにかくボールに関わって、フォワードであろうがゴールキーパーであろうが守備だろうが攻撃だろうが、どこにボールがあってもみんなが常に関わっているサッカーをやりたい。そういうサッカーをやれればしっかりクリエイティブなコンビネーションだったり、そういうのが生み出されるんじゃないかというように、チームとして目指したいサッカー像について語っていました。その中でクラブは元日本代表の遠藤康人選手や山田裕樹選手などほとんどの主力選手を引き止め、パリオリンピック代表候補のディフェンダー鈴木海斗選手や藤川虎太郎選手など4人の選手をレンタルバックし、ユースからは年代別の日本代表にも選出されていた逸材フォワードの後藤圭介選手を昇格させました。それでも他クラブが積極的な補強を行う中、ジュビロの新戦力は実質ユースから昇格した後藤選手のみと、厳しい状況に変わりはありませんでした。こうして横内監督体制が発足したジュビロは、チームの立ち上げから開幕前の鹿児島キャンプと進めていく中で、練習試合でも J2 でライバルとなる大分トリニータや清水エスパルスに敗れてしまい、内容的にもかなり劣勢だったことから、 J1 の昇格候補に名前を挙げるのは難しい状態となっていました。しかしうまくいかなくても横内監督はブレることなく、個人のデュエルや球際で負けないことをベースにしながら、徐々にチームとして守備やビルドアップ、コンビネーションを入れていくことで、個の能力とチームのコンビネーションを並行して高めていこうとしていました。ただチームに戦術を落とし込むには時間が足りず、2月18日の J2 開幕戦ではファジアーノ岡山相手に、まだ高校生だった後藤選手が2ゴールを決める衝撃のデビューを飾りましたが、守備が粘れずに2対3で敗れるスタートとなってしまいました。そしてシーズン序盤はゴンザレス選手が出場停止で、元日本代表の大津祐希選手が大怪我を負ってしまい、フォワード陣の層が薄くなっていた中で、杉本健雄選手が期限付き移籍から完全移籍に移行し、横浜 F マリノスに放出してしまいました。そうした状況でも横内監督は若い後藤選手やセカンドアタッカーの藤川選手をワントップで起用するなど、少ないメンバーをやりくりしながら、なんとか10位前後でリーグに食らいついていました。また選手層が薄かったジュビロにとって難しかったのが、ルヴァンカップへの参加でした。 J1 から降格したジュビロはルヴァンカップに参加することが決まっていて、ただでさえ過酷な J2 の日程にルヴァンカップの日程が入ることは普通に考えればディスアドバンテージになるものでした。しかし横内監督は逆にこの過密日程を生かしてチーム力を高めていったのです。過去に東京オリンピックの代表チームの監督代行を務めることも多かった横内監督は、三笘薫選手や田中碧選手など現在 A 代表の主力を担う選手たちを指導していましたが、自分が彼らを育てたと思ったことはない、むしろ一緒に仕事させてもらったと語っていて、若手に出場機会を与えるために試合で使うことはないことを強調していました。しかしながらルヴァンカップの存在があったことで、リーグ戦には起用していなかった選手たちを積極的に起用するしかなかったため、控えの選手たちは J1 のチームにチャレンジすればが与えられたのです。すると控えの選手たちもモチベーションが上がり、どんどんチーム内での競争が激しくなっていき、シーズン中の怪我やコンディション不良による主力の離脱があっても、その度に代わりのメンバーが奮起して、そのままレギュラー争いに加わっていくという好循環が生まれていきました。特に7連戦などがあった過密日程の夏場には、主力と控えで実質2チームを編成し、過酷な連戦を一度も連敗を喫することなく11戦負けなしで乗り切ることができました。その背景には、今シーズン大きく飛躍したユースから昇格して1年目の後藤選手と、高卒2年目の古川陽介選手といった若手選手の台頭がありました。横内監督は、若い選手は自分をただのおじさんだと思っていると冗談交じりに語っていましたが、普段から目線を下げて親子ほど年の離れた若手選手から意見を聞く姿勢を忘れなかったようです。さらに横内監督は、面白い発想を大事にしたいと選手たちの実勢を重んじる一方で、甘さや緩さに対しては僕も言うというように、しっかりとメリハリをつけて選手たちをコントロールしていたようです。そんな横内監督は家族を広島に残して単身で岩田にやってきていますが、練習後も夜遅くまでスタッフと対戦相手の分析に取り組み、夜ご飯はコンビニ弁当や牛丼チェーン店が中心の生活を送り、ようやく1日の仕事を終えて疲れを癒す缶ビールを開けても、ジュビロのことが頭から離れることはなかったといいます。 J1 昇格に黄色信号が灯っていた横内ジュビロ、こうした横内監督の努力や選手たちの頑張りもあり、夏場の7連戦が終わった時点でジュビロはついに J1 自動昇格圏の2位に浮上していました。しかしながら J1 昇格を争う多くのライバルクラブが積極的に夏の補強を行う中で、補強禁止処分を受けていたジュビロは一人も補強することはできず、クラブは出場機会を求めていた山本則道選手と中川壮選手という2人のセンターバックを放出することを決断しました。この判断にはジュビロサポーターからさすがに不安の声も聞こえていましたが、藤田 SD は、いる選手の競争を促す、活性化させると賭けの決断とも捉えられるような発言を残していました。それでもジュビロは後半戦ワントップで起用されるようになったジャーメイン・リョウ選手がエースとして覚醒し、ゴールを量産しました。そして 4-2-3-1 のシステムをほとんど変えることなく、速攻と遅攻を織り交ぜ、必要ならロングボールを使うといった戦術で好調をキープしていきました。こうして徐々に昇格が夢ではなくなっていき、10月7日の J2 第38節2位を争っていたエスパルスとの静岡ダービーを勝ち点1上回っていた状況で迎えました。この一戦で最低でも引き分け以上の結果が欲しいジュビロでしたが、シュート数ではエスパルスを上回りながら、前半の乾隆選手に決められたゴールで痛恨の敗戦を喫してしまいます。それでも試合後にキャプテンの山田選手は、自動昇格に関しては努力にはなってしまいましたけど、プレッシャーをかけ続けるのは可能だと思う。
思いますし、最後まで何があるかわからないのがサッカーであり、昇格争いなので、いつも何かしらのドラマがあると思っている。まず自分たちがドラマというか、ストーリーを作るためにするべきことは4連勝だと思う。と話していました。こうして最後まで諦めないことを誓ったジュビロは、エスパルス戦の後に行われた4試合を3勝1分けと4連勝こそできませんでしたが、しっかり結果を残しました。ただ、エスパルスも勝ち点を積み上げていて、ジュビロは最終節を3位で迎えることとなり、最終節に勝利しても、エスパルスが勝利すれば、プレーオフに回るという状況になりました。そしてジュビロは最終節、敵地の宇都宮に乗り込み、下位に沈んでいた栃木 SC との対戦を迎えました。試合は序盤から、ジュビロがトップ下に入った山田選手がボールを出し入れしながら、チャンスを作り、後藤選手などが何度も惜しいシュートを放ちますが、なかなか先制点は生まれませんでした。すると、ジュビロはゴールが決まらなかったことで勢いが落ちてしまい、ちぐはぐなプレーが見られるようになっていきました。そして23分、ずるずるとラインを下げてしまったことで、簡単にクロスを放り込まれてしまい、胸トラップで収めた栃木のフォワード、大島幸喜選手にボレーシュートを打たれ、見事な弾道でゴールネットに突き刺さり、ジュビロは痛恨の先制点を奪われてしまいます。それでもキャプテンの山田選手は試合前、チームメイトに対して、たとえ失点しても落ち着いて自分たちのサッカーをしよう。と伝えていたようで、ジュビロはそこまで焦りを見せることはありませんでした。また、この言葉があった影響か、ジュビロは1点を奪ったことで、守備を固め始めた栃木相手に、じわじわと反撃に転じ、立て続けにチャンスを作っていきました。そして41分、ショートコーナーを受けたドゥドゥ選手が、ゴールまで30メートルほどの位置から、思い切って右足を振ると、シュートが運よく相手に当たり、わずかにコースが変わってゴールネットを揺らしました。こうしてジュビロが前半のうちに同点に追いつくことができたことについて、試合後横内監督は、先に失点して苦しい状況に追い込まれましたが、そこで奮い立って我慢して戦ったら点が取れるというところは成長の証なのかなと、それは長いシーズンを戦ってきて身についたことですというように、シーズンを通しての成長が現れた場面だったと話していました。その後ジュビロは後半もペースを握ったまま試合を展開していくと、62分に高い位置でボールを持ったセンターバックのリカルド・グラッサ選手が左サイドのドゥドゥ選手にパスを送り、インナーラップを仕掛けた左サイドバックの松原光選手にボールが渡りました。そして松原選手が得意の左足でクロスを上げると、ファーサイドから入ってきた松本正也選手がヘディングで合わせ、ついに逆転ゴールを奪うことに成功しました。なんとかリードを奪ったジュビロは、勝利のためにパワープレイを仕掛けてきた栃木の攻撃を死に物狂いで跳ね返し、1点リードを保ち続けました。すると試合が終わる直前にスタンドの一角で、終わった終わったと歓声が上がり、どうやらライバルのエスパルスが引き分けに終わったことがスタジアム全体に伝わっていたようでした。そして情報を得たジュビロのベンチにいた選手たちも、うずうずした様子でピッチに立つ選手たちを鼓舞していました。もちろんピッチに立つ選手たちは目の前のプレーに集中していましたが、ラストプレーで栃木のロングスローを跳ね返した瞬間に、試合終了のホイッスルがスタジアムに響き渡ると、ベンチの選手たちや首脳陣はピッチになだれ込んで、戦っていた選手たちと抱き合い、何人かの選手が涙を流す姿もありました。このように補強禁止処分という最悪の処分から J2 の戦いをスタートさせることになった横内監督のジュビロですが、最終節を終えて見事1年で J1 復帰を果たすことができたのでした。そして試合後、歓喜の中でインタビューを受けた横内監督は、本当にありがとうございます。今日スタジアムに来てくれたサポーターだけじゃなく、いろいろな方法で私たちを応援してくれるサポーターが後押ししてくれたおかげで J1 昇格をつかむことができた。本当に本当に感謝しかないですと、サポーターに感謝した上で、選手自身も覚悟を持ってクラブに残ってくれましたし、このクラブで戦うんだという、今日も残って練習してくれている、そういう選手のためにも良かったと涙を流しながら語っていました。またキャプテンの山田選手も、仲間のためにという思いが今のチームは強い、このメンバーで最後に笑えて良かったですと、チーム全体の結束力をアピールしていました。しかしこれで終わりではなく、来シーズン再び J1 に復帰するジュビロを率いることが決定した横内監督は、まだ発展途上で僕が求めるところまで来ていない、 J1 に上がってまた J2 に戻ることだけは繰り返したくない、そのために戦った今シーズン必ずつなげていきたいというように J1 への意気込みを語っていました。来シーズンからは補強禁止処分も解除され、さらに横内監督がやりたいサッカーを実現できるようになると思うので、 J1 でどんなサッカーを見せてくれるのか今から楽しみですね。皆さんはジュビロは来シーズン J1 で何位ぐらいになると思いますか？ぜひコメント欄で予想してみてください。今回はジュビロ磐田の J1 復帰ストーリーをまとめてみましたが、どん底から大覚醒した J リーガーたちについてまとめた動画も出しているので、ぜひ見てみてください。というわけで、僕もいつかはどん底から覚醒できると信じて頑張るので、また見てくれる優しい人はぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それでは皆さん、さようなら。